皆さんこんにちは、ジェイソーレゴブルだ、ヒラリーだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴマインクラフトクリーパーとの対決です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは昨年発売されたレゴマインクラフトです。このレゴマインクラフトは一時期入手困難になったこともあります。久しぶりにレゴマインクラフトが作りたくなったので、今回はこちらを作りたいと思います。はい、外箱はこのようになっていて、今回の目玉といえばこの赤いクリーパーですね。ちなみにこちらの赤いクリーパーは爆発クリーパーと言います。箱の後ろはこんな感じです。ちなみにこちらの定価は1180円で、ピース数は72ピースです。ではこちらのレゴマインクラフトクリーパーとの対決を組み立てます。完成！レゴマインクラフトクリーパーとの対決です。いや、久しぶりにレゴマインクラフト作ったんですけど、やっぱめちゃくちゃ面白いですね。ちなみにこちらは全部で10分で完成しました。まあこのセットが1000円するだけあって、パーツ数とかは少なかったんですけど、マインクラフトの世界観がバッチリ再現されているので本当に素晴らしいです。はい、ではこのセットに付属するモブを紹介したいと思います。左からスティーブ、爆発クリーパー、赤ちゃんのニワトリ、子豚です。今回付属するスティーブは石の剣と双眼鏡を持っています。実際のマインクラフトって双眼鏡で僕はあんまり使ったことはないんですよね。続いてはこちらの爆発クリーパーです。全体はこのようになっていて、クリーパーといえばこのタイルパーツ無地だったんですけど、このタイルパーツがプリントパーツになっています。普通のクリーパーと比較するとこんな感じで、これ完全に別物ですね。なんか爆発クリーパーの方がなんか怒ったクリーパーみたいです。続いてはこちらのニワトリの赤ちゃんです。はい、全体はこのようになっていて、いやー、これは本当によく再現されていますね。ちなみにこのニワトリの赤ちゃんはこのままだと自立しないので、今回は鉄ブロックの上に乗せています。あー、僕そういえばニワトリのミニフィグは持ってないんですよね。はい、最後はこちらの子豚です。全体はこのようになっていて、普通の豚と比較するとこんな感じで一回り小さいです。はい、続いてはこちらの平原バイオームを見ましょう。平原バイオームは少ないパーツでしっかりと再現されているところがさすがレゴだと思います。ここにクラフトボックスとポピーの花があって、ここにサトウキビがあります。そしてこの部分に鉄ブロックを取り付けることができます。こうやって見ると一気にバイオーム感が増しますね。ではこちらの平原バイオームのギミックを説明したいと思います。ここを押すとこのブロックが飛びます。ではいきます。はい、こんな感じです。結構勢いよく飛びます。じゃあもう一回、ここに爆発クリーパーを乗せて押すと、はい、クリーパーが爆発したように見えます。こういうシンプルなギミックがついているのが結構いいと思います。はい、付属するモブと一緒に並べるとこんな感じです。一気にマインクラフトの世界観がすごい出ますね。さすがレゴマインクラフトだなって思います。はい、レゴマインクラフトクリーパーとの対決はこんな感じです。はい、ということでレゴマインクラフトクリーパーとの対決を組み立ててレビューしていました。今回組み立てたレゴマインクラフトのセットは値段も手頃で買いやすいので、とてもいいと思いました。まずこのセットのピース数は少ないんですけど、少ないパーツでマインクラフトの平原バイオームを再現しているところがとても素晴らしいと思いました。個人的にはこの爆発するクリーパーと平原バイオームの爆発ギミックがとても良かったです。このセットは値段も手頃で買いやすいので、初めてのレゴマインクラフトにはとてもぴったりだと思います。僕の家にはまだ開けていないレゴマインクラフトがいっぱいありますので、リクエストがあれば組み立てでレビューしたいと思います。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。